それっそ熊本、これが小学生。見てこの高さ、そしてこの足元の技術、見てフェイントかけてシュートまで。これはまさに第二の大迫勇也を発見した気分でした。この選手素晴らしいんです。この選手ですね、熊本それっそのエースストライカー藤岡選手なんです。そしてソレッソが優勝できたのはもちろんこのプレーが勝負を分けたと私は思っています。見てこのゴールキーパーのこのファインセーブで勝負あり。これでソレッソ優勝ということで、先日アンダー12全日本選手権で熊本代表ソレッソ熊本が見事愛知代表の FC アロンダを撃破し、熊本県勢悲願の初優勝を決めてくれました。そして決勝戦でも決勝ゴールを決めた藤岡くんですが、今大会はなんと7試合で11得点と大爆発し、得点王のタイトルも獲得しました。そんな藤岡くんですが、なんと本格的にサッカーを始めてからまだたったの7ヶ月。しかし経験は浅い中で174センチの長身を生かし主軸となりました。ちなみにこのソレッソというチームから今大会高校サッカー選手権で鹿児島県の代表神村学園の吉永選手が以前在籍したチーム。吉永選手は高校卒業後ベルギーのゲンクへの入団が内定しており、さらにサガン鳥栖の川原、サンフレッチェ広島の水田、アビスパ福岡の松岡など、クラブ創設22年の中で複数のプロサッカー選手を輩出してきました。今大会得点王に輝いた藤岡くんの目標は、今日は先制点を決めました。あの瞬間はいかがでしたか？前半は何もできずに終わったけど、後半はキックフェイントをしてシュートしたのが最高です。藤岡選手の将来の夢は何でしょうか？将来の夢は、神村学園に入って福田師王みたいになることです。ぜひ福田選手のように活躍できる選手になってほしいと思います。皆さんもこの名前覚えておいてください。そして最後にソレッソ熊本の皆さん、全国制覇本当におめでとうございました。